ャリンか。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はなんと私が男時代にやっていたブログが見つかりました、私今26歳だから、今まで生きてきた人生の中で最も濃い時間がこのブログに残ってます。詳しく言うとどこの時期かというと、女性ホルモンを始める18歳の夏から、性転換するために家出をする大学2年生の12月までやっていたブログです。やばいんですよね。もう見た目の変動がすごい激しくて、これ視聴者さんに見せたらもしかしたらドン引きされちゃうんじゃないのかなっていうぐらいのレベルですごいから迷うんですけども、ただ見したことによって嫌われちゃうんじゃないかなっていう不安と、認められたいなっていう承認欲求がね、いい感じに混ざり合ったんで公開します。今私実家なんですけど、三脚忘れちゃったんで今手持ちなんですよ。ごめんなさいね。1枚目の写真、これかなり衝撃的ですよ。本邦初公開なんですけども、いきます。ダーン。どうでしょう、これ高校野球部を引退した次の日の3年生の部員だけで上野で集まって、お疲れ様みたいな感じで焼肉パーティーをした帰りにドンキで撮った写真ですね。もうくっそまずかったんですよ、焼肉。結構いかつい見た目をしてるんですけど、当時はこういう感じでした。はあ、やばいな。でもなんだかんだやっぱ面影があるのかなと思うんですよ。まだ女性ホルモン始めてないんで完全に男の子であるんですけども、でもあれだ、私歯科矯正出っ歯直したから、そこは結構変わってるかもしれません。むしろそれが要因で女っぽくなれたのかもしれないですよね。次、ちょっとこれ時期離れちゃうんだこちらです。これ私が卒業する2日前に撮ったんですよね。最後だから野球部の後輩集めてトイレでなんかこういう一番左の子は私のことすごいリスペクトしてくれてたんですよ。青木先輩って言って、青木さんがやることは全て見習いますってやってくれてるんですけど、右2人はあんまりね、何なんだろう、これやばいな、ウケんな、この温度感ウケんな。ただね、このポーズじゃなくてよーく見てみると、この周りの野球部員と違って少し肌のトーンっていうか、その肉付きがちょっと違いません？これホルモン始めてから半年経ちました。さっき出した写真の3日後に私は女性ホルモン始めてるんで、約半年間こんぐらい雰囲気が変わります。学校の先生とかに、あれ青木くんどうしちゃったのっていうことよく言われてたから、もうホルモンってやっぱり偉大だなって思いますよ。そして次の写真これは卒業式の後の謝恩会ですかね。3年生全員でなんか錦糸町のホテルの1階のなんかホールでご飯食べたんですよね。やっぱこの時から変顔好きだったんですね。何？変顔やってほしいの？いや、私はもうこんな変顔しなくてもいい境地。これやばい、いきなりまた半年後ぐらいになるんですけども、2011年の11月、だから大学1年生の文化祭の時の写真です。大学1年の時に文化祭で女装コンテストに初めて出たんです。その時のブログの記事があるんで、こちら見ていただきましょう。これすごいんですよ。女の子の友達の家に行って、じゃあちょっと青木くんなんかリハーサルしようみたいな、もう賞金1万円だから、もう結構ねガチで狙いに行ったの。ほら、タイトルの通り女装ですって。そう、虫ペンタ、そう、私の友達なんですけど、ねえ、これやばくね、なんでこんなブレッブレなの。あ、そう、この時私はまだ出っ歯の手術をしてなかったんで、歯がねかなり前に出てんですけども、ねえ、なんで発狂してんの、全部おかしいじゃん、やばこれやばいな。あ、そう、カツラ用意してもらったんですよ、なんかボブみたいな感じで。でも私超絶的に似合わなくて、結局地毛のまま街に繰り出しました。それがこちらです。あ、すいません、これ YouTube さん大丈夫ですか。あ、ただ私この時男子ですからね。うん、まあホルモンやってるけども男子として生活してたから別にいいんじゃないの。これよく考えてみると、私は女友達のブラジャーを借りてるんですよ。
なかなか男友達に自分のブラジャーを貸すってないから、やっぱりいい意味で私は女友達から男扱いされてなかったのかなってすごい今思うとありがたく感じますね。これサムネにしたら釣れんじゃないの？あ、そうだ、これが本番の写真です。私結局カツラかぶったんですよ。どうですか？かわいい、うん、かわいいかな、まあ、口元がやっぱり出っ歯だからちょっとタラコちゃんなんですけど、本時の表情を真似しています。こうやってこの角度にして口半開きで、で上目遣いいきますよ。そしてここからちょっとワープします。あ、いきなりあれだ、歯科矯正をした後の写真だ。どうでしょう、かっこよくない？この当時私は東方神起のジジュンさんにすごい憧れてて、結構ねいろんな服装とか真似してたんですよ。ネックレスとか。いいんじゃないの？この頃ってやっぱり自分の顔をこうやって変えたい変えたいとかあったから、その都度ね目標設定したんですよ。こうなりたいという芸能人を。じゃあなんでお前女になりたいのに男性芸能人を目標設定するのっていうことなんですけども、ジジュンさんってすごい中性的なお顔されてるから、いきなりゴリゴリの私が女の顔になってなれないじゃないですか。だから中間の部分は中性だなっていうことでジジュンさんをチョイスしました。これと同じ表情しましょうか。でもできんじゃないの。口を勇ましく閉じて、うん、で目つきをこう眉間のシワに寄せてギロッとカメラ目線。 OK、 いきますよ。この角度ね、いきます。次の写真がこちら。あ、これ前髪分けてる写真。ちょっと音楽プロデューサーっぽくないですか？結構お気に入りなんですよ。この時もニット帽とかもジェジュンさんがよくやったから、このダテ目と一緒に汗でやったりとか。むしろ男時代の方が私ファッション興味あったんかもしれない。お次の写真こちら。これすごいレアかも。これ出したことあるかな、ないと思うんだけど、一番左がママ吉で真ん中が妹ね。こうやって K-POP スターみたいなこういうポーズをねやってるんですけど、あれなんか顔小さくない？結構芋吉って顔小さいんですよ実は。意外と私も負けてないみたいなね。そしてお次の写真が、あ、そうだ、これだ。前髪失敗したんですよ。髪の毛切りに行って終わった後に撮った写真ですね。な、微妙だったんですよね。前髪やっぱすごい私は気にする人なんで、おでこ見せたくないんですよ。なんか微妙だなってちょっと不機嫌になってる写真です。これが最後か。場所は北千住駅のドコモショップのなんか幼児コーナーみたいなとこに行ったんですよね。いきなり服装とかちょっと中性っぽくなってません？これが実は私が、男の子時代の最後に撮った写真だと思います。この後私は家出をするんですよね。本当私はこれもう一番最後の姿です。かなり踏み切りましたね。こっから今回は写真のみの公開なんですけども、またいつかタイミング見てブログの内容とかね見せれたらいいなと思うんですよ。かなりそのどぎついことを書いてたりするんで、様子見っていう感じですかね。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木カノンの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録もしてね。このカメラ悪くないか。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。